中央には大月が張っています。高井を使ってここで愛媛の方は奪いたいですよね、はい、逆に奪い返してその後よく抜け出しました。さあ1対1になった橋本、左足浮かせた、落ち着いて決めた橋本、山口先制、抜け出してゴールキーパーと1対1、落ち着いて決めました。 J リーグでの初ゴールになりました橋本。いや素晴らしいパスですね佐藤ですかね。この攻撃橋本からパスが始まって佐藤経由でまた橋本ですよね、はい、完全にフリーになってキーパーの位置をよく見てキーパーの上ですね、橋本のシュートテクニック素晴らしいですよね。このキーパーの位置をよく見た橋本の素晴らしい